ンポン。なんや、うわ、煙すごい、おい、大丈夫か、誰かおるんか。うわあ、なんか変なのおる。先輩、めっちゃ声かわいいな。で、その声はついなちゃんか。どうしたんや一体。実は変化の薬を調合してたら暴発してしまって。ごめん、ちょっとよくわからないや。ちなみにいちご味とチョコレート味がおすすめです。変化の薬がよくわかってないのに味のバリエーション出されても。おいおい、その声はゆかりちゃん。うわあ、何その巨大カレー。ねえ、こっち見て。読んなや。なんでこっち見てくんないの。第一印象カレーに負けてんねん。お前、最初についなさんが変化してる時点でなんてな。おもむろに謎の関東符装着し始めんのやめろ。僕怒ってるんです。こっちの半身は悲しんでんな。感情読み取りづれーから外せ。おい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 、外すな外すな。関心を外すんじゃねえ。もう欲しがりですね。誰も何も欲しがってねえよ。4等分すんな、不安になるから。マジで。先輩も変化の薬飲んでみます。いやええよ。楽しいですよ。どうせ30分後には元の姿に戻りますし。そうなん、副作用とかもないですし、遊びみたいなもんです。はあ、ならええが。イエーイ。じゃあ飲むで。なんで